どうも皆さん、今日は時系列逆で、やってみたいと思うんですけれども、これから、お送りする今日の、ジュリーの曲はやっぱりコードが難しくてまだやっていたなかった、パリに一人、モナムジュビアンドゥブドゥモント、この曲を、やらせていただきました。ジュリーの13枚目のシングルで1975年5月、またフランスでのヒットに伴ってスイス、カナダ、オーストリア、ギリシャ、ノルウェー、ベルギー、オランダなどヨーロッパ他各国でリリースされているということです。はい、このフィギュアは作ってもらいました。世界に2つ2体です。1体は水戸のお友達にプレゼントしました。そんなわけでもう今は会社から仕事を終えて帰ってきたんですけれども、今日会社に行く前にちょっと時間があったので朝のうちに、パリに一人を、弾き語りしておりますので、聞いてみてください。あとこの服今日着てったら会社の梅ちゃんに可愛いって言われました。ちょっと立つまでにはいかないんですけど、これなんとこういうエプロンじゃないんですけど、こういうレースのがついててめくるとただのワンピースなんです。なので後ろは普通にスッとしたワンピースなんですけど、このレースをかけることによってこうちょっとカントリー風な感じになって、でここもレースです。はい、新宿の、ルミネのどっかブランドで買いました。はい、そんなわけで、この後どうぞパリに一人聞いてみてください。ミシーでした。どうも。眩しい街。